お疲れ様です。今日ですね、こちら1コス3枚ロケ削りやっていきます。ということでですね、なんとディガーが入っておりません。まあマイティディガーはねいるんですけど、直接タワーを削るっていうカードはまあないですね。まあないというか、プリンとウッドのロケか、はい、しかないので、まあここの3枚で削っていきましょうというデッキですね。もう守ってただロケ打つだけですね。そう、クラロワってもうロケってあればぶっちゃけ勝てるゲームなので、そう、守るだけですね。シンプル、守って余裕があったらロケット打つ、で守る、で余裕があったらロケット打つ、これ繰り返すだけで勝てるゲームなので、さあやっていきましょう。まあ1コス3枚なので、まあ、めっちゃ回転は速いですね。めっちゃ回転は速いので、まあ、ロケの最後のこうロケからのロケみたいなのもすごい速いですし、まあ、防衛で困ったらインフェとか、まあ、ウッドとか、まあ、その辺も適当にちょっとやりながら。で、ボーラー来たっすね、珍しい。で、ちょっと、やべ。このね、意外と、痛い、やめろ、お前。エレジャイ来たー。さあ、エレジャイボーラー。マジ削りないんで、こうやって削ります。どうしようかな、これ。マイティ意外と相手からしたらちょっと辛い気がするので、これ攻めでね、守りつつ攻めで圧を与えていこう。これマジインフェ突破されたら終わりっす。マイティじゃカバーできないんでね。で、このマイティの爆破がね、500近くあるんで、タワーに入れてあげると、これだけで美味しい。いや、もう神相性、オツじゃないですか、これ、もしかして。どうなんだ、俺がこれ突破されるのか。まあ、マイティがエレジャイに対してはすごい無能なので、それぐらいですからね、怖い部分は。まあ、あとはもう一生右側削りたいな。よいしょ。どうしよう。右削りたい。来んのかこれ。来そうな香りしてんな、なんか。なんかワンチャンルート強制ちょっと狙ってそうな。いや、マジでやばい。しかもボーラーからいってる。いや、マジでやばい。ボーラーでエレジャイのルート強制できんだね。知らんかったね。さあ、ベビーメガゴ、ちょっと空がマシマシのエレジャイっすね、今回相手。まあ一緒プリンで嫌がらせだけして。いや、マジプリン嫌がらせ、鬼強くね。さあ、削る。いや、まあ枯渇使いとかもよ、こういう動きしていきますからね。あれ、ロケ打っていいんじゃね。インフェあれば守れると思うんだよな。まあライトニングが来るかもだけど。さあ相手はなんか余裕かましてんね。踊っとくか。よし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 、守れば俺のこのウッド削り、そしてロケ削りが成立するけど、ここは一旦ロケ打つともう一周来ちゃうので、そうっすよね。さあ、でもプリンで頑張れそう。いや、いいよ、プリン残るよ、それ。さあ、ロケは打ちたいが、いつと。あ、ここか？絶対ここだな。さあ、ロケ打つ。ロケあと何発だ、あれ。さあ、終わりがだんだん近づいてきてますよ、ワイツさん。なんなら防衛ロッキーもありだけど、いらなそう。さあ、強い。守りが硬すぎる。これロケ2周回るかな。回してみる。いや、一旦いいひょっか。やばい。いやー、余裕か。ピューン、さよなら、オッケー。いや、やば。マジで。まあ、はしまいプリンに、ちょっとだけ助けてもらうんですけども、まあ、基本的に一生ロケですね。一生ロケだけ、打つだけ守るだけ。だからこういう LGI みたいな、こういうデッキはすごい守りやすくて、いいですね、簡単ですね。まあだから、ちまちまこう、すごい攻めてくる感じとか、呪文削り系だとどうなんだろうな。でも6削りの方が強いかな。大型引けば結構勝ちやすい気もする。最悪ロケの防衛もあるし、マイティがね、やっぱ大型溶かしつつの後衛爆破処理がすごい有能なんで、いや、守り強すぎるですよね。ホグっぽいプロフィールと、クランメイト。絶対ホグやんちゅう。マジかよ。なんで YouTube2.6 ホグどこ行ったんだよ。YouTube 枯渇に変えなきゃ。さあもうロケ削り対決かこれは。で頑張ってプリンとバレル完封してロケ削り俺の方が強いよっていうので勝つしかないですね。最初のハシマプリン痛え。うん、うんこのマジはしまいプリンとあとはしまい大砲が安っすね。俺もインフェで戦うことになっちゃうから、あとは相手もマイティなのでサイクルがね速くなる。やめろでいけー。マジでこれが入るか入らないかで世界変わるんすか。うんさあミラーが来る。おっきいな。んなんでまあじゃあシュプリ痛すぎ。大砲これ来てもどうにもできないんで、仲良くしようじゃん。スピスピで倒せんのでも熱いね。さあロケの回転の勝負になる。ロケの回転の勝負だったら俺勝ったくね。もうこれ間に合わないよね。うえい熱いね。 2.6 使ってきな。よしよしよし、まあ、ロケ削りのね速さ対決だとさすがに俺に勝てるのはあんまいねえよなっていう。さあ眠たい人来た。ハシマプリもうちょっと刺すとね楽に勝てそうな気もするんですけどね。ハシプリ削りいってらっしゃい。コウモリ。いやーエルスピ出せばよかったな。いてドリルだ。ドリルコウモリ。じゃあ環境のやつですね。ミスってる。最近ね、マイティドリルの、大砲5か、ロケか、いろいろあるんですけど、これですね。これも結構いるイメージある。ここのプリンに5を打ってくるかで分かるっすね。ウッドもあるか。でもバレル用にっつってウッドは温存すると思いきや、全然しなかったな。僕の勝ち数じゃマジロケもうロケ打ってくだけみたいな、そんな感じじゃない？えっか。ドリル守ってロケ打ってを繰り返しますか。おとなしく戦いましょう。変なことはしません。おとなしくドリルにロケ打っとけばいいんすよっつって、ドリルにロケ打っちゃあかんな。これあれだ、ターゲットがあっちに行ってスケウッドで抑えれなかったな。いい大砲。それは全然俺のこのコウモリ読みみたいなのも当たんね。めっちゃ来る。強っ。さあロケット端っぷりでさあロケー、余裕があればすぐロケ。やべ、逆だったかな。マイティにビビっちもうた。マイティいたね、めちゃく削るやんっつって。ウッドのダメージなんぼー、マジ。ウッド圏内なのかあの54はと思いながらも、さあ危ない。これで眠気が覚めたかなっつって、さあウッドゲーム危ねえマジで。だからマイティで一発持ってかれるっすね。うわマジでシャリンガンやん、さすがにきつい。さあマジ端っぷりだけで2000ぐらい削りたい。マダラちゃん、ヤナメ、ヤナメってちょっと珍しいな。しかもランバーのヤナメなので、いやこのファイスピアさ間に合わねえのかもしかして。いや間に合いませんでしたっつって、ランバーヤナメか。間違いなくおおいらんのかいって。エリババってロケットで止めたんだ。なるほどね、勉強。間違いなくなんかいい香りはしてないね。これチンだなこれ、絶対これエグすぎー。やばっ、それ捨てるんだ、マジか。マジか、マジかしか出てこねえ。嫌だけどさ。いやー、耐えたのでかっ。いやー、マダラはちげえな、次元が。立ち回りの次元がちげえわ。すげえな。あそこまで綺麗に無視するんだね。なるほどね。ってことはやばいね、これ冷静に。普通にやばいね。こっからの削りが 1-0 で勝ちたいのに俺。さあ挟んで延命して、いやマイティ早く2体目出してんだけどな。俺が延命なんてするから。やべ。3200です。遠いな。やべえ。1-0で勝ちたかったのによ。綺麗に全てを無視される。いやもうこのマイティはおいしくねこれ。ロケ当たれよお前、マジで当たってくれ本当に。うわ当たんねえ、そういう時大抵だよな。まあザップ使った。ザップ使ったとかもう関係ないんやろな。いやーいい防衛してる。うわ絶妙。あれ8枚プリン竹取んのかみたいな。さすがに手前置くか。さあマイティ溶ける、溶けてからがいやでかいでかいでかい。オイラも削りに入っちゃうよ。来た鬼、鬼の高回転。ロケ3周回すんだな。やべえ。やばすぎー。勝てたのでかすぎだろこれ。マザラ倒したよ。俺の車輪ガンだこれが。サジャン、サン、カンジャン、ケジャン、サジャンみたいな名前ですね。何使ってんだろう。インドーラー先輩。インドラってことは、まあ、バルーンか。おい、スケラーフリーズ？バルーンフリーズみたいな。ペッカスケラっすねこれ。じゃあ、ああそうっすね、ペッカスケラちゃんだ。ってことはあとは何がいいんだ。フリーズとスケラとペッカーと、そうっすね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 そうですね。これロケ打っていいんじゃね。ダメですかね。いいと思いました。LSP リセット嫌だなーと思いながら。いやこれ飛べばいいわ絶対。うわ何殴ってんだよお前。俺の可愛いカタツムリ見よう。えあいつそれやってくね。敗北のお知らせ。こんにちはグッドゲームです。ウッドでパッキーンっつってエレスピやります。グッドゲームです。これペッカスケラにエレスピが入ってんすけど、まあ別にそれはいいとして、なんで端前出した？負け筋だろそれが。ってことでめちゃくちゃ簡単に勝てる気がします。これはスケラ相手のね、マジキング軌道はでかいですからね、本当に。まあ負け筋はインドラフリーズでパッキーンなので、マジでインドラだけ。お、すごい独特なオシャンティーな攻めになるんだな。いいよ。さあ俺ロケこれいつ打つのかがむずいね。なんかロケ打つ必要あんのかこれ。いやロケでも打たなきゃ勝てねえよ。インドラだけマジで負け筋なんで、インドだけちょっと徹底してやっつけようと。はいはい。さあファルチ来ちゃった。マジ暇すぎてどうこれやべえか。なんだこのインフェ下手か。やばいマジこういうの負け筋。まあええか。焼いてもらって焼いてもらってバイスブレイクする。でインフェタワーマジ最強出し毒。強っ。なんかようわからんけど強っ。さあまあキング軌道でかすぎだろこれマジで。キング軌道でかすぎ。ちょっとこれはなんかあれだね。それはいいタイミングだよ。俺がこのカバーするタイミングでね、トルネですることによって1個数を無駄にさせるっていう。マジロッキー打っちゃいたいもんな、これ。打っちゃダメなのかな。いやマジこれキング軌道してなかったら危ないけど、キング軌道してるんでいいや、打っちゃおう。どうせ行かれるなら逃げちゃう。マジ受けしかねえ。1コス大量すぎてやばいよね。やばすぎ。ウッドとかいらねえかんな。焼いてもらって、ロケ間に合わんか。打ち上げ花火。さあまあさすがにこれはね、相手のエレスピラッキーが降ってきましたね。いやマジでスケラーにエレスピこういうことあるから入れない方がいいっすよ。入れるならね、使わないよう徹底しないと、はい、こういうことになっちゃうんだね。ということでナイスはいロケ釣りということで、まあ、使う時はあんまないと思うんですけども、まあ友達とかとね、はい、フレバーとかにぜひやってみてください。まあ仲悪くねなんないようにということで、お疲れちゃうんでスマートに。